い、皆さんこんにちは。あなたもいい私もいい、ジャストハッピーマイライフのようこジェーヌです。いつもご視聴本当にありがとうございます。ということでですね、これはね、決して曇ってるわけじゃないんですよ。あのなんかね、ちょっと光の加減でなんかこうわーってなってるんだけど、今なんかちょうどこう素粒子がふわーってなってるって感じかな。なんかこう光の感じがいい感じですよね。だけどなんか曇ってるみたいな感じで見えますか？でもね、決して曇ってるわけじゃないんだよね。はい、ということでこのまま続きたいと思います。で、さっきっていうか、もう一個のね、この間の動画、10分間量子力学の続きです。これ10分間量子力学の4本目かなになるんですけども、ちょっとあのこのね、11ヶ月前に撮っていたこの量子力学的習慣術っていうこの村松先生の本がすごくあの再生回数が伸びてきてるので、やっぱりあのすごくこう嬉しいから、ちょっとこの続きをね、11ヶ月ぶりに話していこうかなと思って動画を撮っています。よかったら最後までご覧ください。で、ちょっとこの間あの話がね、ちょっと長くなっちゃったんで、今日はちょっとタイトにしていこうと思うんだけど、あのこの間ちょっとこれもね見せてたんだけど、で、あのまあ子供のね部屋、この子供たちがいるリビングが汚くても、それが今幸せだから、今私がこれを選んでるんだよっていう話をしました。で、っていうのもこの感覚っていうのは、この未来から生きてるからこその感覚なんですよ。なぜかというと、この今の私の例えば3年後とか5年後とかっていうのは、もう子供たちの、例えばマリオとかのね、今マリオがすごいみんな好きなんだけど、マリオのぬいぐるみももうないかもしれない、リビングには。そしてもうだってさ、3年前とかにはあったアンパンマンがもううちには今ないんですよね。アンパンマンのおもちゃいっぱいあったの、だけどもうないんですよ。で、今マリオに変わってる。で、何が言いたいかっていうと、アンパンマンのぬいぐるみとかアンパンマンのおもちゃがあんだけごった返してたのも、つかの間の一瞬なんです。で、それで子供たちが喜んでるその顔を見るのが私の幸せだったから、例えばやっぱりアンパンマンのおもちゃがね、いっぱいね、リビングに散らかってたらさ、やっぱり生活感があるかないかって言ったらめっちゃあるし、綺麗か汚いかって言われるとあんまり綺麗じゃないかもしれない。で、今そのアンパンマンからマリオに変わって、なんか今マリオのね、おもちゃとかが結構ぬいぐるみとかもたくさんあるんだけど、なんかそれでさえも嬉しいんですよ。もちろん怒るよ、ガーって散らかってたらさ、片付けなさいってめっちゃ怒るよ、怒るんだけど、いいの怒ることでさえも私は今楽しんでて、その感情を爆発できるっていうのは私の喜びなんですよ。やっぱこの今こうやってフォトンの説明してるんだけど、このフォトンって何って、この私たちは素粒子っていう話をしてるんだけども、この量子力学的、量子力学ってそもそも何言ってた、量子力学っていうのはフォトン、素粒子のことなんですね。なので私たちは素粒子なんだけど、この素粒子っていうのをもうちょっとこう、いろん素粒子の中には17種類あって、その素粒子の中でも光の子って言われてる光のフォトンが私たちの感情であったり、私たちの意識なんですよね。で、私たちが細かく細胞をこうやって細かく見ていくと、最終的にまあフォトン、あの素粒子になるんですけど、この素粒子っていうのはそもそも空洞なんですね。空洞だけど、空洞なんだけど、この空洞の中にものすごくみちみち溢れたエネルギーが詰まってるの。エネルギーって何って言ったら見えないじゃん。このエネルギー、この空間の中にもうみちみち溢れたエネルギーがすっごく詰まってんの。それが私たち一個一個の細胞なんですよ。だから細胞が細かくなったら素粒子。素粒子の中にこのエネルギーのもうみちみち溢れたものがすごく詰まってるの。
だから私たちっていうのは生きてる存在、もう目に見える存在、もう物質、この本でさえも、これでさえもエネルギーなの。だから一緒なの。だから自分の持ってる今のエネルギーと合うものでしか絶対に触れ合うことはできないし、接することができない。だからあのルイは友を呼ぶっていう言い方日本でもするけど、それで何っつったら、ルイっていうのはエネルギーなわけよ。エネルギーはエネルギーを呼ぶってこと。なので私たちっていうのは自分のエネルギーに引き合うものでしか合わないんです。だから今この私のチャンネル登録してくれてるあなた、今聞いてくれてるあなたは今の私のこのエネルギーと引き合ってるから、今あなたが私の動画を見てくれてるの。そうだから必ずあなたの中にあるエネルギーっていうのは私のこの今のエネルギーと合致してるんですよね。そう OK? でこの素粒子の中、素粒子っていうのは空洞なわけだけど、この満ち満ち溢れたこのね空洞、ここにあるエネルギーっていうものがゼロポイントフィールドっていうエネルギーの磁場なんですよ。わかります？で、このエネルギーの磁場っていうのはこの宇宙全体をずっと包み込んでるエネルギーの集合体なんですね。なのでちょっとこれは私の話になるんだけど、あの村松先生が書いてる話ではないんだけど、エネルギー体に包まれながら私たちのエネルギーは生きてるんです、今ここに。わかりますかね？わかってそう、なのでこうやってさっきね、あのアンパンマンでさえも散らかったアンパンマンとかキャラクターがね、私もどっちかっていうとあんまりそのキャラクターもんとかなんか別にあのなんだろう、毛嫌いするわけでもないんだけど、まあない方がそらさ部屋はすっきりしていいなって思ってるタイプの人間でさえも、そのキャラクターものがあるリビングを愛しく思えるのかって、なんでそうやってキャラクターものとかを許せるのかっていうと、このフォトンが関係してるんですよね。え、関係ないじゃんって思うでしょ。関係あるんですよ。なぜかというと、私たちのそのフォトン、私たちの細胞の中にあるそのフォトン、フォトンはエネルギーなんです。エネルギー体で満ち満ち溢れてるんですね、そのものが。で、この中のエネルギーフィールドって言われるものはこういう波打つ性質を持ってるんですよ。波ね、この波打つ性質を持っていて、この波の揺れ幅が大きければ大きいほど自分の感情がわーってなってるっていうのを表してるので、私はこのマリオとかアンパンマンとかいろんなキャラクターがある部屋にいて、うわーってもう本当に汚いしいい加減にしてっていう時も、私のこのフォトンを、感情を動かしてるんですよ。だから感情が揺れてるってことは生きてるっていう、この生きてるっていう喜びのエネルギーになっていくんです。だからあーってほんま汚いわイライラするわって言って、こうやって感情を動かしてるのも同じ、はあ可愛いなって、こんなマリオたちと遊んで可愛いなって思う私の親心も同じ波の性質を持ってる。だから汚いなって怒ってる感情も、はあ可愛いなこんなもので遊んでって思う親心も同じフォトンのエネルギーなんですよ。だから汚いリビングもキャラクターもんであふれたリビングも許せるの。なぜなら愛しいなって思ってるから、そして今しかないって分かってるからです。
じゃあね。